吉田さんお疲れ様でした、はい、3年半ぶりの G1 決勝になりますけども、はい、そうですね、去年1年間 G1 出れてなかったんで、まあ順当者なんとかまた戻ってこれたんで時間までですけど、まあ、準決勝同じ長野県生まれの菊池選手がいい先行してくれて、はいはい、そうです、もう菊池君のおかげなんで、まあ、ありがたいです。吉田さんもこう人の後ろっていうのが増えてくる中での G1 の決勝ですけど、はい、そうですね、もう今までとはまた違った形で乗ったんで、まあ、まあ決勝どうなるかはまだ分からないですけど、しっかり自分のやるべきことをしっかりやりたいです。最後、意気込みをお願いします。はい、明日も精一杯頑張ります。よろしくお願いします。